どこが違うのって質問に日本大学腰振りダンスだよなんて私言ったんですけれどもこれねあの要するに50年前に私があの全然違うよってみんなに言ったんですよだから日大のゴルフの監督さんになった人も私のとこ来てあの教えてますよ私で日大の選手も何人かあのこう往年のねずっと教えてあげました 腰振りダンスじゃない人も増えてるんですよ今はねだけども元来が腰振りダンススイングを日本に広めちゃっておかしくしたのが日大のゴルフ部だったんですね他かのまあ大学でもありましたけどね先週大学でもそうだしどこでもあのみんな腰振りダンススイングやっちゃったんですよだからダメになっちゃったんですね日本のプロがねゴルフ界がね それが今あのこう、理事長とか選手やってるから、もっとダメになっていってるわけなのね、以上。